WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー第58代日本バンタム級チャンピオン、39戦32勝4敗3引き分け、32勝のうち19勝がノックアウト、公式計量は121パウンド2分の1、テイケン事務所属。この試合が初防衛戦第25代 WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオン、ザ・スピードキング西岡コシアキ。スピードキング西岡俊明、初防衛に挑戦、それがチャンピオン西岡の言葉です。青コーナー挑戦者、44戦38勝6敗38勝のうち22勝がノックアウト、公式計量はバンタム級リミット122パウンド、メキシコ出身、 WBC 世界スーパーバンタム級第7位ヘナロースカーフェイスガルシア。スカーフェイス、向こう傷を持つ男、そんなニックネームを持つメキシコのファイターヘナロ・ガルシアです。クリック証券スポーツスペシャル WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、この試合の放送席は世界ミニマム級2団体チャンピオン大橋秀幸さんと、現 WBC 世界フライ級チャンピオン、先日防衛を果たしたばかりの内藤大輔さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず内藤さん、一言お伺いしましょう、はい、西岡に期待することどんな試合でしょう。スピードと、あと気合のあるパンチでぜひノックアウトしてほしいなと思ってますけど、そして前回のようにこう気持ちの出るファイトというのを見たいですね。そうですね、はい、西岡かそれともガルシアか。西岡にとってはこれが初防衛戦、ガルシアにとっては3度目の世界アタックとなります。緑のベルトは西岡の腰に再び巻かれるのか、それとも太平洋を渡るのか。 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡の初防戦、初防衛戦、パシフィコ横浜から生中継でお送りしております。さあ間もなくゴングを迎えます。さあ今ゴングを迎えました、西岡俊明初防衛戦、今ゴングが鳴りました。まずスーッと両者リングの中央に行きました。まず前に出てきて左を軽く2つ出しました、ガルシアに対して右をポンポンポンと当てていきます。この西岡です、とにかく全てが左を生かすための道具なんだ、そんな話を陣営は話しています。なんといっても大橋さん、はい、この西岡の得意は左ですよね。そうですね、そのあと左のカウンターですよね。ただこのガルシア選手、非常にですね、はい、長谷川選手との試合を見たんですけども、非常にカウンターをねもらいやすいんですよね、はいはい、だからすごくねこの1ラウンドでも今チャンスに、ね、お一人お一人のショートで左を決めました、はい、左ストレートね当てやすいと思いますよ、それこそ西岡の得意としているフィニッシングブローです。ホッと下から突き上げてくるパンチはガルシアです。ただね、左ストレートのカウンターを外すと、はい、このガルシアのラフな攻撃ですね、これに巻き込まれると厄介になりますから、的確にね、そうなんですね、行きたいですね、はい、おー左を浮き下ろしていきました、ね、ちょっとガルシアの体が左後方に、左下の方に流れる形になった、ボディを出していきます。おーとにかくね、ゴワーとり頭からこう突っ込んでくるようなファイトを見せますよね。そうですね、まあちょっとね頭が当たってカットボリ、はい、目切っちゃうのもねちょっと心配なんですけども、あでもですね、この辺りこう接近した時に相手の頭が当たらないようにというのは葛西トレーナーとともに何度となく練習してましたね。さあこの第1ラウンドの攻防でありますが、うまく右を使いながら西岡がさばいて出てくる、この闘牛のように出てくるこの相手をマタドールのようにさばいてアッパー、これは空を切りました。ガルシアもこれ見合ってたらこれ勝負になりませんから、出てきますね、分かってますね、はい、1ラウンドからね出てきますね。そうですね、わー食いしばって出てくる、食いしばって出てくる、ボディはガルシアだ、右のボディガルシア、西岡のビュー、引いたフラット来た、いやガルシアがフラット来ました。さあ西岡チャンスを迎える、第1ラウンドまだ1分以上あります。頭がやっぱ当たりますね、ショートの左右、ショートの左右のフック、ちょっと効いてますね、フラフラしてますよ、内藤さん、はい、今の下がり方もちょっとフラッとしましたね。そうですね、効いてると思います。さあ西岡のパンチが、おーリーもらった、西岡もらった、西岡もらった、いやーヒヤッとします。そうですね、パンチありますか、いやー出てきますねガルシアね、残りは40秒第1ラウンド、大きな左、おバランスを崩した西岡です。西岡もちょっと一緒になってね大振りしない方がいいと思いますね、はい、ストレートがいいですね、はい、サーベルさばきのような右と、そしてフィニッシングブローの左を持ち合わせます、ボディを出して右に前に出てくるガルシアです。そ
勝利がすごい遠く感じてるでしょうね、ガルシア選手は。あ、距離が遠くですか。西岡選手は届くんですけど、ガルシア選手届かないですよ。そのあたりの西岡のテクニックにこのまま翻弄されていくのか、あるいは長谷川キャリー。今ね、右にサイドステップして左ストレートっていうのもね、はい、西岡選手得意のパンチですね。そうですね、西岡らしい動きは出ています。ガルシアがまた前に出てきた、前に出てきた、ここで第1ラウンド終了。さあ、まもなく第2ラウンドが始まります。今日はコーナー解説として西岡サイドに元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオンで帝拳ジムの濱田剛代表、ガルシアサイドに元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン川島勝重さんがいらっしゃいます。では赤コーナーの濱田さんにお伺いします。濱田さん、西岡の立ち上がり、はい、どうご覧になりますか。予定通りできてます。それで、はい、左のパンチが走ってるんでですね、はい、中盤のカート期待して打ってください。はい、はい、という今浜田剛さんからの今言葉をいただきましたが、その間に今のは大橋さん、今のスリップですね。完全、ね、はい、にスリップですね、はい、はい、おい、左、その今走っているという言葉がありました。左です、大橋さん。その後の左というのは大橋さんはどうご覧になってますか。すごくいいですね、はい、浜田さんの言う通り左ストレートはもう抜群で、今切れ味と重みですか、はい、それありますね。右のボディはガルシアです。ですから内藤さん、はい、この左をいかに当てるかですよね。そうですね、当たったら倒れますよ。でね、ちょっと左ストレートダウンされてるシーンがあるんで、はい、これを得意の左アッパーにこれ切り替えれば、ダウンシーンもこれもあるんじゃないですかね。前回のあの世界ラッシュの時、右肩を寄せての左アッパー良かったですよね。右でさばきながら、右でさばきながら、おっと、ここの右はかわして、ここはピンチの相手の脇の間に頭を挟んでいきます。内藤さん、はい、しかしこのガルシアも何かこのしぶとさというのは感じますよね。そうですね、あとやりにくいそうですね、これね。そうですね、頭も低いし、あの長谷川穂積選手が最も自分を苦しめたと言わしめた男です。ちょっとこの距離はね、はい、ガルシアの距離になってますね、今ね。もう付き合うようにこの前進してくるガルシア、闘牛みたいですね。そうですね、それをまたの右、西岡の右、フラーッといきました。西岡選手は今ね、はい、左ストレートから右フックの簡単に切り替えましたね。そうですね、うん、ここの右はダッキングでかわしました。余計なところで頭をぶつけるのは嫌、 そんなことでうまくこの体を寄せるテクニックというのも西岡は習得してきました。そのあたりのうまさでさらに進化するこの西岡、前回4年半ぶりの5度目のアタックで世界を取りました。ボディの攻防、ボディの攻防から、ここはガードが止める。嫌、はい、ですね、この頭ね、ガルシアの、何かですね。左のパワー、左のパワー、大橋さん、クラッパーですね。そうですね、これが当たれば今度左ストレートも当たりますからね、まさに大橋さんがオープニングのラウンドでおっしゃっていたそのアッパーが飛び出しました。ガルシアの顔面が揺れた、ガルシアの顔面が揺れた、強烈な左ショートレンジ打ち抜いていきました。内藤さん、はい、パンチは当たってますね。当たってますね、いいですね。ただそれにしても出てくる出てくる、いやもう、しかしこれがガルシアなんで す, です、ね、このいやらしさがガルシアなんです。このラフファイトがね、ガルシアの持ち味ですからね。これやりにくいな、ちょっとね、頭低いとね、前半にですね、はい、西岡ちょっと強いパンチをね、打って、はい、ガルシアにちょっとダメージをね、はい、与えたいですね、はい、さあここで第2ラウンドが終了しました。両者の体格比較ですが、西岡が身長で5センチ、リーチで7センチリード。西岡は前回と比べると首回り、胸囲、胸板など一回り大きくなりました。一方のガルシアは階級を上げて3戦目、減量も楽になり、心身ともに充実しての世界戦ということです。さあ、まもなく第3ラウンドに入ります。さて、青コーナーには川島勝重さんですが、川島さん、はい、ここまでのガルシアの戦い、川島さんそばにいらっしゃってどうご覧になりますか。そうですね、陣営としては、はい、前に前にプレッシャーをかけて、作戦通りに戦っていると思うんですけどね、はい、ただカウンターをちょっともらってるんで、そこがまあ心配なところだと思うんですけどね、はい、内藤さん、はい、やはり今川島さんからお話ありましたけども、こうやって前に出てくるのは陣営の話の通りなんですね。そうですね、プレッシャーかけてますね、まあ、本当に頭から出てきながら、これを西岡がどうさばくか、あるいは時にはリズムが崩れたら打ち合わなければいけない、そんなことをポイントにして挙げてました。また頭がちょっとぶつかってくる、嫌ですね、あの頭ね、
今ねガルシアも地味にねボディを打ってんですよ ね、 ね今またボディ来ましたね、うん、あ左ガルシアの左です。これはそして頭を、うん、しっかりねエルボーブロック、はい、ディフェンスしたいですね、はい、あ左西岡の左ガルシアの体が流れます。ガルシアもちょっと苦しい表情が見えてきてるか。頭から入ってくるからな。そうですね、何かの右と左そして真ん中の3つのパンチのような感じもありますからね。いや本当ですよ、ですからこれでバッティングで切ってしまうようなことがあるとパンチと同じような、ね、風に扱われてしまいますと西岡としてはたまりませんからね。ここは頭を突っ込んでいきました。この防衛戦に挑戦するんだと話したチャンピオン西岡ゴールドのトランクス右で相手を突き放します。それでも前に出てくる、まあ、ただね、体をね、はい、体を体を入れ替える ところっていうのはさすが西岡ちゃんと、はい、うまいですね。左ボディから右ボディ出てくる、はい、顔面にた、はい、もうバランスを崩しながらパンチを飛ばしてきます、はい、左ボディのアッパー西岡です。あもう背中を向けてまで何としてもこう食らいついてやろうというガルシアです、ね、アッパー欲しいですね、うん、アッパーまだカウンターの左アッパーがね、そろそろ欲しいと思います、ね、2ラウンドにいいカウンターを出したストレート左ストレート今度はもらった今度はもらった西岡ももらったガルシアも返したばかりにパンチを返していきます。おっとこれもバランスを崩しただけだ。いやしかし大橋さん、はい、ガルシアはですねこのパンチの影響ではないにしろバランスを崩すシーンがもう何度もありますね。そうですね、もう2、3回4メーターで倒れたりしますね、はい、見栄えは決して良くないですよ ね、 すね、はい、ダメージじゃないんですけど、はいまあ、見栄えは良くないですね、今は身をもらった西岡身をもらった、この突き放すやりにくいですよね、本当ね。比較的正面に立ちながらまずはこのガルシアをさばいていくという形で試合を組み立てているんでしょうか。また頭から前に出てくる接近した、ここでアッパーが欲しい、ここでアッパーが欲しい、ね、先にボディを出していったのはガルシアです。メキシコカラーの白赤緑のトランクスに4つ、いやーヒヤッとショートの左、ショートの左は西岡だ、ショートの左は西岡だ、たまらずチョンチ、ちょっとこのラウンド西岡選手ね、はい、右ですね、ちょっと不意にもらう場面がちょっと増えてきましたね。またもらった、またもらった、はい、西岡もらった、今度はローグに詰められた、はい、大橋さん、今ここでこのラウンドの終了のゴングです。やっぱやりにくそうですね、少しそうですね。チャンピオン西岡のスパンコールで埋め尽くされたゴールドのトランクスには奥さんとそして娘さん小姫ちゃんの名前がしたためられています。リング下から応援する小姫ちゃんの声は届いているか。さあ西岡、まもなく第4ラウンドを迎えます。審議体が整った39戦目、32歳での世界ダッシュ、これが節目の40戦目。西岡俊明、32歳の西岡と31歳、メキシコガルシア、大きな右を振って前に出てくる、まるで闘牛士と、そして闘牛士ラリアッパー、すげえな、これが西岡の2人だった、見たかガルシア、うめえな、まさにマタボルかのように出てくる相手に人差し左のアッパーダウンを乗った、ね、さあ西岡チャンスだ、さあ西岡チャンス、さあ西岡のエンジンがかかる、前進してくるガルシアをさばく、さばいてパンチを出す、これでも出てきますよ、いやまずすごいという声が出てしまいましたね、大橋さんね。まあ、先ほどのラウンドね、ちょっと打たれる場面があったので、ね、ちょっと心配したんですけど、まあ、この左アッパー一発でね、展開をひっくり返しましたよね。いや強烈なアッパーでラウンを奪いました。さあ4ラウンド、まだ2分があります、まだ2分あります。ただねガルシアはダウンしてもですね、回復が早いんですよね、強いんです、この男強いんです、よく出てきますね、右を出してきた、うわ返してくる、西岡選手を口切りましたね、そうですね、ちょっと違うんですね、あの長谷川さんの時も2つのダウンを食いながらも結局判定まで持ち込んだというこのガルシアです。前に出てくる、まだ1分30秒以上あります。西岡このラウンドダウンを奪っている、ナックアウトの期待も高まります、高まります、この第4ラウンド、そうでも出てきますよ、出てきますね、さばくさばく、いやこれがこのガルシアの強さです。左が伸びたロングレンジ、西岡ちょっと後傾でここはスウェーしながら下がりながらパンチをかわします、頭から出てくる、もうなりふり構わず出てきます、頭やですね、今も頭切れます ね、 ね、いや本当内藤さんやりにくそうなんですけども、ただああやってダウン奪えるシーンがあるんですよね、すごいですよね、アッパーなんて実際打つの怖いですからね、あやはりそういう、
見事に決まりましたね。やはり相手に接近するというところなんですか。アッパーするとガードできなくなるというか、顔面開きますから自分の、はいはい、カウンターももらいやすいですからね。やっぱ難しいし勇気いりますからね、アッパー打つのは。それを見事に決めて、ね、このダウン、見事なアッパーでしたよ。ダウンを奪っている西岡です。うまく右でさばいて、ここはスウェーバックで相手のパンチをかわしています。ただよくあのダウンからですね、ガルシア選手ここまで回復しましたよね。何事もなかったようにまた戻ってくるんですよね。またこれがガルシアの怖さなんです。プレッシャーまたかけ続けてますから、はい、これで西岡がたたたた下から、うん、ね、ボディはな、ね、なるべく打たせたくないですよね、はいはい、どちらかと右戻った。西岡が体をかがめてこれをカバーします。残り10秒切りました。第4ラウンド、このラウンド西岡が強烈な左アッパーでダウンを奪っています。ワンツー、キャリアストレート。第4ラウンドが終了しました。第4ラウンド西岡、この左アッパーでダウンを奪いました。内藤さん、はい、どういう形になったでしょうか。相手が出てきたところですね。顎の先端をかすめましたよね。この表情で打ちに来ました。すごいですね。強烈なダウンを奪いました西岡です。カウンターになってますから、これはさすがガルシアももう何ともしがたいというダウンです。さあ第5ラウンドが始まりました。 WBC ルールでは4ラウンド8ラウンド終了時に採点の公開があります。第4ラウンド終了時、3者ともに、いや、3者ともに当然、西岡につけています。5ポイント差、5ポイント差、そして3ポイント差というジャッジです。まあ大橋さん、ダウンも奪っていますし、こういう形でしょうね。まあそうですね、はい、このポイント差はあるじゃないですかね。ただこの後のしぶとさをせっかくのダウン奪いましたからね。そうですね、まあ、バンタム級のね、はい、大チャンピオンの長谷川選手の時もダウンを取られて終盤すごく追い上げましたから、はい、まあ、ちょっとね同じような展開なんですよね。そうですね、はい、でガルシア本人が言ってたんですけども、スーパーバンタムで上げてきましたよね、はい、これでね減量も楽で、もう自分が強くなったように感じるって言ってるんですよ。その辺が怖いですよね。そしてうわ強烈だ。ガルシア、おっとガルシアちょっと膝がふわっとしている。耐久上げてね、減量の不安がなくなりますと、はい、スタミナの不安もなくなりますし、はい、打たれ強さという点も強くなるんですよね。そうですね、そうですね。左のボディはガルシアです。また左のボディです。パンチをかいくってここは胸を合わせました。スターフェイス、向こう傷を持つ男という、まあ、アルカパレと同じニックネームを持つ、まあ、それが自慢だというこのヘダルガルシアです。まあ、まさにそんな顔に傷がついてもいいんだ、そんなファイトを見せます。おナイスボディ、ボディのボディの旬だった、ボディの旬、ナイスね、ボディガルシアがフリッカーザブレを見せて右のボディを出してくる。カウンターに西岡です。足を止めての打ち合いはですね、これガルシアのこれ得意なパターンですから、足だけは止めない方がいいですね、はい、まあ、打って動いて打って動いてですね、はい、ということは本来、おーっと今のいいの、結構もらってますよね、西岡もね、うん、タイミングが良かったですね、でね、ガルシア選手ちょっと大振りでパンチがなさそうなんですけど、これ見た目以上にパンチは重いんですよね。そうなんですか、はい、何かこの荒々っぽしさばかりが目立ってしまうんですよね。そうですね、ただパンチはね、はい、上下に打ち分けてですね、はい、重いパンチですね、はい、これはね一発で倒すパンチじゃないんですけど、はい、じわじわダメージを与えていくパンチですね。おお、聞いたどうにしようか。またこのラウンドのチャンスをつける。なんか内藤さんも足を揃えながらでも前に出てきますね、ガルシアがね。本当ハートがすごい強いですね。そうですね、3戦目の世界挑戦はもうラストチャンスだと言って母国に2人の娘さんを置いてこの日本にやってきました。ガルシアが左スライドで効いたんですけどもね、ちょっと間が空いたのでまたちょっと回復してきましたね、はい、このでは内藤さん、はい、この間をどうするかですよね。そうですね、あの時ちょっと言ってほしかったですね。またガルシアが出てくる。第5ラウンドしぶといガルシア、しかし西岡はこのガルシアからダウンを奪っています。第5ラウンド終了。西岡の強烈な左のストレートが顔面を捉えましたが、ただその後ガルシアもしぶとく前に出てきます。西岡のこの左のストレートです。さて今日は赤コーナーサイドには浜田剛さんがいらっしゃいますが、浜田さん、はい、ここまでの西岡、浜田さんいかがですか。相手も予定通りといいますかね、頭から入ってきてますからね。そうですね、
相手が倒れるまで左を打ち続けるという指示をしています、はい、倒れるまで左を打ち続けるそんなシーン、おーとまたよろけるようなシーンがありました。第6ラウンドに入りました大橋さん、はい、ちょっと怖い。そうですね、左のパーパンチはありますね。あるんですね。西岡選手、ね、はい、その右のジャブですね、この右のジャブもっと打った方がいいんじゃないですかね。よく田中仙台トレーナーも言ってるんですけど、これ相手が右を意識したらもう勝負があるんだ、そんなこともよく言いますもんね。そうなんですよ、うん、今このラウンド右ジャブって足使ってるんで、はい、この展開いいですね。この形というのは大橋さん本来の西岡の姿ですよね。そうです、そうです、はい、ちょっと今までのラウンドですね、ダウン取ったのもあるんですけど、はい、左ストレート左アッパー、はい、ちょっと狙いすぎた感があるんで、はい、この右のジャブからですね、はい、ボディーを2つ出してきましたガルシアです。しぶとく前に出てくるガルシアをさばいてさばいて、まるで本当にマタドールと闘牛のような展開になってまいりました。ちょっとローブローに対する注意がガルシアに対して与えられました。ガルシアもボディ打ち、ちょっと多く打ってきてますね。ボディ多いですね、このラウンドは。これ内藤さん、ガルシア何か作戦があるんですか。はい、そうですね、ボディで集中して、はい、最後上返すとかね、してきそうですよ、これ。はい、ショートの右、ショートの右、汗が飛び散る格闘技光線に飛び散りました。時折フラッというシーンはありますけども、それでも前に出てくるガルシア。西岡ここはさばきます。長谷川を最も苦しめた男、そしてあの怪物チャンピオンラファエル・マルケスを2ラウンドノックアウトしたという経験を持つこのガルシアです。ガルシアちょっとしつこいですね。なんかこのラウンドもちょっと本領を発揮してきたって感じありますね。また頭から来た、ね、西岡さばき、ここは西岡うまく引っ掛けてさばいていきます。このしつこさがガルシア選手 の強いところなんでしょうね。そうですね。しかしここはうまく右を使って、もうこのOkay. 右で相手をもう何かストッピングと言いますか、頭をストッピングするような感じで西岡がねうまく右を使ってますよね。そうですね、そこでただバランスを、ね、崩させてるんですよね、それでうまいですよね、はいはい、まあ、バランス崩れると強いパンチ打てませんから、はいはい、その辺をうまく西岡が打ち出しますね、はい、ここはバランスを崩させるというですね。くっついたときに、まあ濃いかどうか分かりませんが、ちょっと頭をこすってくるようなことが過去にあった。そう、右が今、いや右、こういうのがちょっと不用意にもらった。ワンツー、西岡、おっと、ガルシアもパンチを返してくる。西岡もらった。これはね、でも強いパンチではないんですけど、ただこのね、パンチを当てられるとですね、ちょっとね、動揺するんですよね。そうですね、はい、西岡ももらっていることはもらってます。西岡の右、右のジャブ、右のジャブ、大きくガルシアが右を振ってきました。右のジャブ2つ、ガルシアは左が飛んできたところ、このラウンド終了しました。ヘッドバッチ、チャンピオンのトランクスが奥さんの美穂さん、そして娘さんの小姫ちゃんの文字がしたためられています。西岡も娘さんのために戦い、そしてガルシアも母国の2人の娘さんのために戦い、正々堂々と戦おう、そんな言葉を残してこのリングに上がりました。WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡俊明の初防衛戦、非常にしぶといガルシアに対して第7ラウンドのゴングとなりました。さあ7ラウンドのゴングが鳴りました。ゴールドのトランクス西岡俊明、そしてメキシコカラーの白赤緑のトランクスがヘナルガルシア、メキシコの31歳、アマチュア経験が豊富のおっとありますけども、ラフなファイトが持ち味です。出てくるボディ、西岡も返す、ここはさばく、いやガルシアが前に出てくる。大橋さん、はい、西岡はですね、普段の戦いですと結構こう左足体重ですか、そういう戦いでいざという時にこう右に出ていくとなりますけども、これでいいんでしょうかね、こうガルシアが出てくると押されてるように見えてしまうんですけども、これでいいんじゃないですかね。これで大丈夫なんですか。はい、ステップバック、ダウンヘッド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 、右肩をつけての左ボディです。ガルシアが出てきた左ボディ、また来たけどね、これ押されてるように見えますけども、見えてしまうんですけども、的確にね、このパンチはね、はい、当ててますから、はい、今のポイントは、聞いたですよね、出てほしいな、はい、行った方がいいですね。ボディから見えるか、聞きましたね、左ボディから見えるか、聞いたね、聞いたぞ、タイミングが良かったから聞きましたよ今。さあ西岡チャンスだ、またチャンスを迎えている第7ラウンド、ここで西岡勝利だ。ガルシアのこの
回復力すごいですね。狙っても回復力がこのガルシアの持ち味。ね、ワンツースリーのミフをね打ち抜かれましたから。そうですね。それでもなってもおかしくないですよね。もう口を開けてずっと戦っているガルシアです。いやもう倒れるぐらいだったら前に出てやる、そんな感じで出てきますが、西岡がそれをさばいて、さあお少し西岡は足を止めるぞ、足を止めるぞ、左ボディーだ、左ボディーだ、西岡選手ね、はい、足止めて、この強いボディーですね、はい、そのパンチ狙ってますよね、少し大技、はい、足を止めるようなシーンが、ね、ここ出てきます、まあ、うん、はい、チャンスがあればもうこれ倒しにこれ行ってるんじゃないですかね、はいはい、その勝負感こそがこの西岡の天才的なところでもあります。左のボディーだ、ストレート、嫌がるガルシア、ここは止まらずクリンチです。これまでとにかく綺麗なボクシング、美しいボクシングを信条としてきた西岡が、前回の世界タイトルダッシュの日は歯を食いしばって血を吐きながら打ち合いに応じました。それがこのタイトルダッシュにつながりました。わあ、またいいパチが来る。しかし、まあ、そういったこのね打ち合いもね、打ち合って勝てるっていうこの間の試合でね、はい、証明してますから、そうですね、この試合でもねこれ打ち合っていってももういいんじゃないですかね。インファイト殴り合いという引き出しを西岡は自らこう作り出しましたよね。そうですね、もう西岡君にとってね、ものすごい武器を手に入れてますよね。そうですね、はい、そろそろ見せてもらいたいですね。西岡取れたこねこよおい、うわ、まだ効かないか。いやー、内藤さん、もうそういう言葉しかないですよね。取れずです。しかし西岡、強烈なパンチを打ち込んでいる。第7ラウンドも押している西岡、あれだって入ってますよ。第7ラウンド終了。時に足を止めて打ち合い、いやー強烈、内藤さんこれ倒れますよね普通。そうですね、いやー強烈なパンチ、このカウンターですよ、完全に顔面を捉えています。さあ青コーナーには川島克也さんがいらっしゃいますが、川島さん、はい、すごいしぶといですけども、川島さんどうご覧になってますか。そうですね、やっぱりタフですね、ただこれでカウンターもらってくると、はい、やっぱり終盤効いてくると思うんで、まあ、どこまでこう粘れるかというところだと思うんですけどね。陣営もおそらくそういう感じなんでしょうね。あ、さあ勝負は第8ラウンドに入りました。西岡の初防衛戦です。まだこの世界のスーパーバンタム級で日本の世界チャンピオンは防衛を果たしたことがありません。はい、チャリアッパー、今も溜めてね、西岡選手も一発で倒す左アッパーですね。それを狙ってます今ね。また足を止めるぞ、西岡が足を止める。勝負に行くのか、勝負に行くのか、左ストレート、左ストレートの、また顔面を捉え始めた。西岡パンチだ、ガルシアも出てくる。アッパーから左に盛り、右のストレート、おー、左、西岡が出てくるね、持っていかれた。オーケー、いやもう何度打たれるか出てくるか、西岡のパンチも顔面を捉えています。おー、左、波乱パチラを重ねていきます。西岡選手、完全にもう狙っ、倒すパンチを狙ってますね、はい、いきますか、はい、そろそろノックアウトというのもあるでしょうか、はい、まあ、ノックアウトのチャンスはもう序盤からありました。おっと、彼は顔を跳ね上げられました、西岡です。さあこのラウンドでその瞬間は訪れるんでしょうか。また足を止める、足を止めた、右肩をつける、ここでの左のアッパーは出るか。西岡の強烈な左アッパーがあります。ダッキングでパンチをかわす、左ボディー、左ボディーだ。ガルシアも嫌がる、ガードを固める、しぶといガルシア、強靭な体、そしてこのしぶとさが持ち味、エナルガルシア、おやって強烈だ。ここは頭をつける、右肩をつける、おっと先にアッパーを出したガルシアだ。ナシボディを返していく、頭怖いですね。左アッパー、左アッパー、これです、これです、西岡の左アッパーです。うん、西岡の口が開いてきた、西岡の口が開いてきた。そろそろ苦しい時間帯かもしれない。ただね、このガルシア選手のようなタイプにですね、スタミナ切れると非常に厄介なことになるんですよね。そうですね、ですからこれ決めるときはもう決めた方がいいんですよね、はい、前回のナパーポン戦もそうでしたけども、少し西岡、確かに終盤疲れるというのはありましたよね。そうですね、はい、今の西岡というのは大和さん、どうご覧になりますか。まあ、ちょっと、まあ、このラウンド、先ほどのラウンド強いパンチかなり打ってますので、はい、若干ですね、スタミナロスの方がちょっと見えますよね、はい、ちょっとありますか、はい、ワッツー、こんな感じ、そうですね、あれ右から左を振ってくるヘナロガルシア、ヘナロガルシア、カウンター、カウンター、アゴモト、アゴモトに、あっとっとっと、いやまたバランスを崩しました。まあ、ただこの今の打ち合いはですね、はい、ガルシア飲んでる打ち合いですからね、これはね、はい、それに西岡が
巻き込まれているのか、それとも受けて立っているのか。あえて言ってますね。あえて言ってるんですか、はい、西岡の本能が働いているんでしょう。右肩をつける、左を出す、いつ踏み込むのか西岡。ここは左のボディ。第8ラウンドが終了しました。5度目で掴んだ世界タイトル、防衛戦に挑戦すると話しましたこの西岡です。 WBC ルールによりまして、8ラウンド終了後も採点の途中公開があります。三者ともに、まあ、これは当然でしょうけども西岡を押していますが、8ポイント差、そして7ポイント差、もう一人が5ポイント差という試合展開になっています。大橋さん、このポイント差というのをどうご覧になりますか。まあ、このポイント通りでいいんじゃないですか、ね、はいはい、ただこれを聞いてですね、これガルシアがもう勝負かけてきます ね、はい、内藤さん、はい、内藤さんもあの WBC のベルトをね、はい、こう戦ってこられましたけども、勝ってる方は確かにいいですけども、負けてる方は出てきますからね。出てきますからね、いや失うことがほとんどないですからね。そのままいったら負けたら左のッパー、強烈だ。聞いたか、聞いてるんですよね、聞いてるんだか、前に出てくる。あ、低いの。さあ西岡、バッパですね。中盤の9ラウンドまで入った、また左のパーだ。ここは空を切ったリングの中央。バッパいいな。いやガルシア、しかしそれでも出てきます。左のボディーだ。ナイスボディ。後を跳ね上げても、後方を貫いても、ボディーをえぐっても、左ストレート欲しいですね、今度ね、はい、はい、左のストレート、しぶといですよ、怖いですよ、本当に。うー、ナイスボディ。それでいてですね、内藤さん、はい、この記録、このいいの当ててきますからね。そうですね、一発ある選手だけに怖いですからね、一発もらうとね。だからあのラファエル・マイケスをも2ラウンドノックアウトという経歴を持つんです。あの長谷川穂積をも最も苦しめた男、やった、ダウンを奪った、このダウンだ、ショートで打ち抜いた、テンプル入りましたね、いってほしいな、ゴーだな。さあいった、西岡走っていく、左ストレート、西岡さあチャンスだ、西岡チャンスだ、決めるか、ナックアウトなるか、第9ラウンド、西岡来る、左アップ、左アップ、西岡返してくる、しぶとい、なんだこの男は。さあ西岡は決めたりぞ、ボディボディ打ってきますね、ガルシアね、西岡の顔が変わった、真の表情に変わった、鬼の西岡が出てきた、もういいでしょう西岡。いやもう、さあ仕留めろ、ガルシアは猛牛ですね、本当にね、本当ですね、うん、この根性はすごいな、本当に最強の闘牛という感じですね。いやいやいや、西岡がさばき、そして体をぶつけ合いながら、その打ち合いに応じて第9ラウンド、ナックダウンを奪ったこの第9ラウンドです。2度目のダウン、ガルシアは出血があります。狙わないで細かくいってほしいですけどね。あ、逆に狙わない方がいいですか、はい、流れでこう手数を出してね、ポン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 ってやってほしいけどな、はい、もうね、力はいらないですね、ボールダウン2ですね、そうですね、それでもいっちゃうと思うんですけどね、ガルシアもちょっと足がおぼつかない感じがあります。ここは気づいて体を寄せてくる、少し足も重くなってきましたガルシア、とここもフラッと後ろに行きました。なんとか足をついてきてくれ、そんな感じで前に出ていくガルシアに対して、さばいて西岡、時折打ち合って第9ラウンド、チャンピオンもちょっと左ボディ疲れてきましたね、うん、力を込めてパンチを出してきました、この第9ラウンド、しかし左アッパーだ、これが決まるんです西岡、第9ラウンド終了。西岡このラウンドに2つ目のダウンを奪いました。この左テンプルを打ち抜きました、大和さん、この辺り、うわあ、いいタイミングで入ってますね。入ってもうまいね。まあちょっと肩越しにね、はい、首のクロス気味に打ち抜きましたね。ただよくあそこからガルシアが立ってまた反撃してきましたよね。内藤さん、はい、試練の初防衛戦というのはよく言ったものですね。いや、本当ですね。いやー、打たれ強いですね、しかし、ガルシア。さあ、このガルシアを今度こそ仕留めるか、西岡、第10ラウンドに入りました。試練の初防衛戦とはよく言ったものです。なんと難しいこの危険な初防衛戦となったことでしょう、西岡俊明。ね、チャンピオンになるより初防衛の方が難しいってまあ、ね、言われてますからね、はいはい、左ボディから右のボディ前に出てくる、ダウンを2つ奪われているんですこのガルシア、まるであの長谷川穂積戦と同じように息を吹き返し、あ、左ボディはおーっと左ボディを叩きつけてきたガルシアです。見てほしいですね、ただ本当にですね、長谷川選手との試合に似てますよね、似てますね、似てますね、
同じサウスポーだいうそんなところも似てるかもしれません。これはね、本当にやりにくいですよ、この選手は。試練の初防衛戦を出し、だそうだそうだ、違う違う、気持ちが出てきたぞ西岡。左のストレート、ガルシアも出血しながらも前に出てくるもらってんすけどね。いや内藤さん、はい、ガルシアも気持ちが出てますよね。いやすごいですこのハートはちょっと見習うところありますよね、もう自分にとってはラストチャンスなんだと言って、なるほど、母国メキシコに2人の娘さんを置いてきました。テレビ観戦をしている娘さんに輝くベルトを持ち帰ってあげるんだ、そんな話をしています。しかし西岡もこのリングの下で一人娘のマナ娘小姫ちゃんが大声援を送っています。右でさばいて、右でさばいて、左に繋げられるかどうか。ここはここはちょっと行ってほしいな。このラウンド西岡選手ちょっとボクシングをね、組み立て直してますね。足を使って右のリードを打って自分の距離を作って、まあそこでチャンスがあれば左ストレートって感じの今展開を持ってたんですね。変えましたね今ね。右へステップしたり左へステップしたり聞いてんですけどね。はい、また足を止めていきます。突進が左入ってる、パンチ入ってる、パンチ入ってる、パンチ入ってます、入ってるけど効かない、なかなか倒れない。2つダウンを獲得している男とは思えないこのガルシア。右のパーもらった、西岡もらった、西岡ガードしてる、西岡ガードしてる、下がる下がる下がる、ガルシアが出てきた、飛び込んできた、右だ、左ボディ、ガルシアが危険きましたね。すげえな、打たれ強いのこれ。いやー、おさん、ちょっと怖いなと思うんですけども、一発はまだ大丈夫ぐらいなんですか。いや、でもやっぱ怖いですね。いや、一発は怖いですね。怖いですね。いやー、25秒切りました、第10ラウンド。刺さってますよ。おお、倒れるよ。まだ取れない。西岡選手は今、フェイントかけてね、オーバーハンドのね、左ですね。あんまりね、ああいうパンチ打たないんですけど、力込めていきましたけどね。そうですね。さあ、10秒切りました、第10ラウンド。ずっと離れて、さばきながら右を伸ばして左につなげていった、出てくるガルシアに対して左を軽く出したところ、第10ラウンドが終了しました。赤コーナーのリング下には帝拳ジムの浜田剛代表がいらっしゃいますが、浜田さん、西岡の戦いいかがですか。やっぱり予想以上に相手がしつこいんでですね、右手少し痛めてしまったんで、右手を抑えていいから左で、思い切り打てという指示をしてますんで、はい、あ、そうですか、はい、大橋さん、はい、右手を少し今お話がありましたね。そうですね、リードパンチなので非常にまあ苦しいのは間違いないんですけど、はい、ただね、倒せるパンチの左はね、はい、打てますんで、はい、左でなんとかね、そうですね、仕留めてもらいたいですね、はい、こういう展開になれば。思わぬ情報が飛び込んできてしまいました。西岡がちょっと右を痛めたという話が今浜田代表からありましたけども、残すラウンドはあと2つ、残すラウンドはあと2つ。しかし西岡には左があります。右で相手を突き放す、まあね、自分のリードパンチを打てないとですね、足がね、使うリズムがちょっとね、難しいんですね。左パラ、ね、うわー、痛めてる、右のコミッションパンチを出していきます。いい打ち合いだ、いい打ち合いですね。足を止めたぞ、また足を止めた、負けんな。ガルシアも出してくる、左にアッパーは西岡だ、左だ、西岡だ、左、足を止まった、ガルシアの動きが止まった、西岡チャスだ、もう足だ、この怒り行った方がいいですね、返される、返される、ガルシアも来る、倒れるぐらいなら前に突っ込んでくれたガルシアです、体を寄せてきました、ガルシアの足を切ります、さあ西岡、右手が使えなくても左手がある、いや試練の初防衛戦、きれい、そして左のアッパーだ、もう一発、もう一発、もう一発、11ラウンド、さあ、左ストレート欲しいですね、右で押して、ああもらった、ああもらった、すごいですね、ガルシア足を止めた、足を止めた、西岡の本能が足を止める、もう少し止まりますよ、食いしばる、西岡食いしばる、ね、これがチャンピオンになった西岡の戦いだ。ガルシアも出てくる、西岡も疲れた、ガルシアも疲れた、まあ、でも左ありますからね、はい、左ストレートバチに決めてほしいですけどね。第11ラウンドは残り1分です。アッパーでもいい、ああ、止まった、ポポポポ、左アッパーが入ったぞ、あとね、一発いいのがいればね、今みたいにね、ガルシアの動きがゆっくりになってきたぞ、
左アッパーから右を出してきたガルシアです。もうちょっと止まるんだけどね。左は軽い左を花っ柱へ叩き込んでいきました。一発もらった。ガルシアの頑張りがすごいですね。なんという強靭な精神力でしょうか。本当あの根性は見習うところありますよ。西岡試練の初防衛戦、試練の初防衛戦。西岡戻ってるぞ。よみがえってきたぞ。西岡、西岡。いやー、今下がりましたね、はい、ちょっと下がってましたね。この表情で前に出てくるこのガルシアです。本当おっと、これ飛び込みながら左アッパー、左アッパーもらった、西岡ももらっている、西岡、あー、右アッパーもらった、いやー、右アッパーももらっています、西岡も返していく、お釣りを手で返していきます、ここはセーバックかましたところ、第11ラウンドが終了。田中仙台トレーナー笠井雄一トレーナーの声に対して大橋さん、うりゃーという声で今気合い寄りましたね。すごいですね。逃げるんじゃないと、行きなさいという指示が飛びましたね。それに対して当然だというばかりに大きな声で返事を返しました。西岡俊明、西岡勝ったら結婚式挙式を行うという話がありました。しかしここは何としても西岡、さあ第12ラウンドです。気合が入りました。内藤さん、はい、西岡の気合が入りましたよ。そうですね、いやー本当このラウンドぜひ仕留めてほしいですね。チャンピオンがこの気合を入れました。頭から来るんですね。いいよ、また受けて立ってを取る西岡、第12ラウンドです。左を出していく、右は痛いかもしれません。しかし左があります。いや右が壊れてもいい。内藤さん、はい、もうそれぐらいに思ってますよね西岡ね。いやそうですね、気迫を感じます。あのインターバルの返事は西岡の気持ちの表れです。クールだった男が綺麗に戦うことだけを目指した男がこんな戦いを見せるようになったんです。ナイスバー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 ナイスバチャンピオンとしての自覚ですね。試練の初防衛を投げてアウトで決めました。しぶといしぶといガルシアの気持ちを最後は断ち切りました。やったぞ西岡、初防衛、素晴らしい。これが防衛戦に挑戦するといったチャンピオン西岡の気持ちです。いや内藤さん、はい、挑戦するんだといったその西岡の気持ちでしたよね。そうですね、いやあのポイントで大きく離れてもこうやって最後まで行くってやっぱいいですよね。西岡がさばこうと思ったら内藤さん、さばききれたかもしれませんよね。そうですね、もう差がありましたからね、ポイントのね。けどやっぱ最後仕留めようと思ってセコンドもいけいけ言ってましたしね。やっぱこれですよ、やっぱり WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオン、ジャスピード君、西岡俊明、WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、やりました西岡、見事初防衛に挑戦、初防衛に挑戦し初防衛に成功。このスーパーバンタム級の世界チャンピオン、日本人としては史上初めて防衛に成功しました。これまで3人の日本人のスーパーバンタム級のチャンピオンが挑んだ初防衛戦はいずれもその壁に跳ね返されましたが、今日西岡がその壁を打ち破りました。放送席には WBC 世界フライ級チャンピオン現チャンピオンの内藤大輔さんと WBA WBC 2団体世界ミニマム級チャンピオンの大橋秀幸さんのお二方にお越しいただいて、この初防衛の瞬間をお伝えしてまいりましたけれども、大橋さん、はい、いや本当に西岡よく足を止めて打ち合いましたよ ね、 うね、もうあのラウンドねクリンチで逃げても勝ちは勝ちなんですね。そうですよね。それをね自ら打ち合って KO に持ち込んだということは、これ判定で防衛するのと KO で防衛するのはもう全然このチャンピオンとしての存在感が違いますから。そうですね、本当にねこの倒してもらいたいっていう時に倒してもらうのがこれ、まあ、内藤チャンピオンもそうですけど、この間の試合もそうでしたけども、そうですね、これが本当にこの存在感を表す試合ですね、これね、はいはい、本当にすごかったです。はい、その西岡にどうやらリング上に、あ、マナ娘の小姫ちゃんが来ました。さあお祝いの言葉は聞けるんでしょうか。どうも練習してきたという話も聞いていますので、
さあそれではインタビュー聞いてみましょう。最後見事な KO 勝ちで初防衛戦を飾りました西岡選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。かわいい。最後そのまま行ってももう勝ちは誰の目にも分かってました。でも行きました ね、 そうだね。やっぱり、ね、新年からこうやって会場に足を運んでくださる皆さんのためにどうしても倒したかった方です。そして今腕の中に小姫ちゃんが、さあ今度は小姫ちゃんからパパにどうぞ。小姫ちゃんリンゴの方なんて言うの。もう一回他は何て言ってますか。パパ世界チャンピオン男前って言ってます。男前でしたよ。ありがとうございます。言われた。試合中もラウンド終わりでコーナーに戻るときに途中奥さんと小姫ちゃんの姿と目を合わせる場面あったように見えたんですか。いやそれはちょっとそこまでの余裕はなかったです。はい。しかしどんどん前に出て本当にチャンピオンらしいその強さを勝ち方をと言っていたその姿通りでしたね。いやそんなことないです。まだまだ課題の残る試合でした。皆さんにもまだ不満の残る試合だったと思いますけど最後に倒せてよかったです。そしてこの試合奥さんも見てらっしゃいましたけれども重要なイベントがこの後に待ってますからいい形で終われたのはいいことですよね。そうですね。それ嬉しいです。はい。この後披露宴がありますから最高の奥様へのプレゼントじゃないですか。そうですね。そういう形に結果的になって嬉しいです。それからいいですか。皆さん新年から会場に足を運んでくださって本当にありがとうございます。応援ありがとうございました。さあこの後さらに偉大なチャンピオンへ向けて次にどんな目標をどんなチャンピオンになる夢を描いてますか。いやもっともっと自分の、ね、ボクシングを高めて皆さんに満足いく応援してくれてる方に、ね、満足いくボクシングを見せられるように頑張っていきたいです。そして今日テレビの前で応援してくださった全ての皆さんにも感謝します。そして会長マネージャー浜田さん、笠井さん、田中さんをはじめ、事務スタッフ、定件事務スタッフのすべての皆さんにサポートに感謝します。そして家族、そして私を応援してくれた皆さん本当に感謝します。ありがとうございました。男前のチャンピオン初防衛おめでとうございました。西岡大志でした。いや本当にかっこいいパパの姿という試合を見せてもらいましたけども、小姫ちゃんを抱っこして、さあ大橋さん、はい、技術的なポイントというのはどんなところにありました。このアッパーも良かったですね。そうですね。まあ、この左アッパーですね、はい、あと左ストレート、はい、まあ、西岡選手の本当の持ち味、はい、全部出た試合でしたね、はい、いやもうここだというところでカウンター気味にこう決める、これですよね。あとね最終回に行く前にセコンドのねアドバイス、これもねすごいセコンドのアドバイスでしたよね、はい、このねもう二勝が逃げるなと、はい、前に出て倒せて、そういうこう指示出ましたから、そうですね、それがね出たのも感動しましたし、それをまた二勝選手が実行しましたからね、そうですね、それがまたね感動しましたね、はい、内藤さん、はい、あれに対して西岡がおりゃーというように答えたんですよ ね、 そうですね。内藤さんあの常々、ね、はい、気持ちの出た試合というのを内藤さん自身も目指していらっしゃいますよね。そうですね、やっぱり気持ちで負けたくないしね、はい、そんな戦い一つ内藤さんもいやこれね強烈でしたよね。もう内藤さんの試合というのも一つ西岡に刺激になったんじゃないですかね。いやそうですね、同じ30代としてね、はい、ねやっぱり刺激受けましたね、はい、5度目で掴んだ世界タイトル、防衛戦に挑戦すると言って臨んだこのリング、心技体整った節目の40戦目、西岡俊明が WBC 世界スーパーバンタム級の輝く緑のベルトを守りきりました。危ね、12ラウンド57秒テクニカルノックアウト勝ち、チャンピオン西岡が見事試練の初防衛に成功しました。